セレブメガネ。おはようございます。時刻は8時を回りました。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、おはようございます。10月18日水曜日モーニング8はこれから生放送でお届けいたします。ギノワン市キユナ、ギノワンヒルズ通り沿いにあります FM ギノワンのスタジオから、水曜日は私リカパンことズケランリカと山内が2人でお送りいたします。はいよ。はい、今日ギノワン市雨ですね。雨の朝でしたね。雨の朝、レイニーデーですね。なんて？レイニーデーですね。レイニーデーですね。いいですね。でも雨の日もなかなか嫌いじゃないです。そうですか。うん。なんかちょっと落ち着くというか、しとしとと。そうですか。濡れて落ち着かなくないですか。あ、もうってなります。ああ、なるかもしれませんね。なりますよね。あ、もう傘さしても濡れるみたいな。そう、お家に入れればね。そうですね。レイニーデーもいいですけど。部屋にこもって。はい。涼しい部屋の中で雨音を聞く。そうそうそう。うわー素敵。素敵ですよね、そういうのは。そうですね。だけどもう出かけないといけないですか。そうですね。必ず。私たちはね、はい、もう出勤。出勤。はい、登校しないといけないですから。そうです。はい。はい、休めないからね。そうですね。でまあ登校とか出勤をするとみんなに会って。うん、幸せな気持ちでいっぱいになるんですけど、この間ですよね。ならないです。ならない。あっても。サボりたい。サボりたい。うん、ああ、サボり欲が。ちょっと朝会ってサボりたいですね。あ、それ贅沢。そう、僕高校の時よくやってました。どちらも楽しめますね。そう。ちょっと友達と喋って、うん、2時間目ぐらいでもうごめん帰ろうねっつって帰ってました。あ、2時間目で。はい。度胸が。そうですか。いやもう2時間目までいたらいた方がいいんじゃないですか。そういうことはない。そういうことはないですね。ちょっと一人になりたくなるんですよ。ちょっと学生時代気になりますね。そうですね。そうでもないですよ。はい。はい。今日のですね、メールテーマなんですが、うん、はい、今日はですね、映画。出ました。でございます。鉄板。鉄板ですね。うん、ちょっと秋で芸術の秋ということで。芸術作品の中から鉄板の映画を映画チョイスいたしました。好きですか。映画大好きなんです。大好き大好き、うん、もう一時期は寝る前に iPad 片手にこの本当に眠くなるまでずっと B 級映画を流しながら寝るっていう。映画館で最後に見たのはいつですか。映画館で最後に見たのは、うん、いつですかね。あ、でも先月見たかもしれません。あ、見たの、うん、見ました。映画館でも見る。映画館でも見ますね。そうですか。たまに。たまに、うん、一人とか友達と二人とか、ちょっと少人数で映画見に行きますね。まあね、だいたいそうですけど、まあ、そうですね、一人はいいですよね。いいです。なんか贅沢ですよね、うん、一人で映画館って。一人で映画はいいですよ。なんか何者にも邪魔されずに、うん、まあ当然デートで映画もいいですよ。あー素敵、うん、いいですね映画デート。でもどっちに集中していいのか分からなくないですか。もう簡単です。映画やってる時は映画に集中、集中してこっちは気にしない、気にしない、うん、もう隣はシャットアウト。でもそうでもないな。それは難しいかな。イチャイチャしたくないですからね、気になる人がね隣にいたら。何の話をしてるんでしょうか。はい、というわけで映画ということで、はい、皆さんの好きな映画とか、うん、映画館とかね、映画にまつわるお話でもいいですし、思い出ね、うん、思い出、はい、楽しい思い出、悲しい思い出、いろいろお話しください。悲しい思い出あるかな。なんかこのしんみりした思い出とか映画で、はい、ないですか、うん、ないね。なんかハチとか見たらめっちゃ泣きません。あ、そういう意味ダンサーイザダークですね。あ、そうそうそう、かわすぐらいブルーになる、ね、あれ有名ですよね。ブルーになる、後味の悪い映画、見てないランキングみたいな、よく名前は聞くんですよ。見てください、いい映画ではありますよ。そうなんですね。ただもうブルー感が半端じゃないですか。なんかこの表紙があれですよね、 DVD パッケージの表紙が女性がこの目をつぶって、あれビョークって言うんですよ。僕らもビョークって歌手の、あ、そうなんですか、うん、
かなとも演技がうまい、へえ、うん、ちょっと気になりました。そうそう、ちょっと見てみてくださいね。家に帰ったら確認してみます。はい、では映画なのでメールアドレスは、うん、797@fmginoan.com までどしどしお便りお待ちしております。はいよ、はい、うん、また FM ギノワンではユーストリームツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。はい、ツイッターも連動していますのでたくさんツイートしてくださいね。あと今日ですね、リクエスト、はい、ぜひ映画にまつわるリクエストよろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱり映画音楽ってテンション上がるんですよ。確かに、うん、あの流れてきただけでその映画を見ていた時のワクワク感とか、そう思い出しますよね。そうです。うん、ぜひぜひ楽しみにしてます。どんな音楽が流れるのか、はい、うん、はい、でまたサイマル放送も始まりました。スマホの場合はリスンラジオ、リスラジで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページに再生ボタンがあります。完全全編同時放送をお楽しみいただけます。それでは今日も元気に楽しくお送りしていきます。皆様最後までお付き合いください。しっとりと今日は始まりました。映画ソラニンのアジアンカンフージェネレーションズでソラニン。アジアンカンフージェネレーションズじゃないぞ、ジェネレーション、失礼しました。ごめんなさい。ズってズってジェネレーションズですよ。ズってジェネレーションですね。世代なんでズは入らないですね。ジェネレーション、ね、あ、そうそうそう、そういう意味か。映画音楽です、うん、あ、銀の、野の中の銀のホタルさん、おはようございます。出た、ゴーストの曲なんだっけ、あれアンチェードメモリーだっけ、メロディーか、なんでしたっけあれ、恋人が死んじゃう話ですか。そう、あのでゴーストになって会いに行く、そうそうそう、あれいい映画ですよね、うん、すごい小さい時に見ました。すごい小さい時に、うん、そっか、幼稚園入る前ぐらいですかね、幼稚園生ぐらいかな。じゃあ分からんだろう。いや結構映画の記憶あって、うーん、うん、僕らはもう高校生の時ですから。そうなんですか。あのロクロ回しに憧れましたけど、ね、ああ、女性の、女性がやってるやつですね。そうそう、に後ろからピッ、うん、いい話ですね。やってみたいって思って思いましたね。じゃちょっと一回ゴーストになってでゴーストなんでしなんといけない。エンドレスラブって何だろう。エンドレスラブ、何の映画の曲ですか。エンドレスラブ、ホイットニー・ヒューストンとかですかね。あ、違いますかね。ね、ライオネル・リッチ、途中復習するんです。されてるんですね。嘘、そうなんだ、あれはデミムーアだからいいんですよ。デミムーア、うん、よく聞きますね。何やってた人だっけ。デミムーアは何言ってるかな。
よっしゃ。じゃあツイキャス以外にしようか。8時11分を回りました。いろいろですね、ツイキャスの方でもコメントいただいております。はいよ、映画にまつわるコメントですね、うん、はい、いっぱい来てますね。うん、うん、とですね、うん、あ、まなみーさん、はい、私も洋画とか YouTube でよく見てて、それも家以外でも、そしたらギガオーバーギガオーバーしちゃいますよね映画、うん、私は何よりパイレーツオブカリビアンが一番好きとのことで。面白いですよねパイレーツオブカリビアン。僕見たことがない。え、ないんですか。はい、ディズニーの映画ですよね。知ってる知ってる、ジョニーデップの。知ってるそっから解説しますか皆さんご存知ですね、はい、はい、僕見たことないので見どころを教えてください。見どころはですね、うん、まずジョニー・デップのジャック・スパロー、うん、っていう海賊、ジャック・スパロー、ジャック・スパローっていう海賊の役をジョニー・デップがしてるんですけど、はい、ものすごくかっこいいんですよ。ちょっと目の周りを黒く塗ってちょっとクマっぽくしてる長髪の男性なんですけど、うんうん、はい、そのジャック・スパローがこの酔っ払いみたいな動きをひょうひょうと、はい、しながらも海軍を手玉に取ったりとか、この会ったばかりの青年を騙して自分の思い通りに動かしたりとかしながらも友情を築いてこのお宝を手にしていくっていう感じのお話だと私は認識しています。あ、いいですね、見てみよう。面白いです。今4まであるんですかね。ね、いっぱいあるよね。なんかね、1個見逃していっぱい出てくるともうちょっと見る気なくすんだよね。あー、あるー、乗り遅れ感ですね。でも結構単発でも見れるような作品にはなってます。あの、あれですよ、何だった、去年流行ったやつ、全然前世のやつわかる、全然前世アニメ、アニメ、あ、あの、あれですか、君の名はですか。そうそう、それを、うん、もうみんな見てないので、うん、もう見る気がしないというあ、もう話題も過ぎてしまって、過ぎたし、だいたい評価も分かるし、分かるし、どんな内容かもちらっと聞いてます。そう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 、いや、見てみましょう。あの、結構ですね、見たんですか。見ました。私も最近もうほとぼりが冷めたぐらいの時に見たんですけど、うん、なかなか、まあ、面白い。あれは音楽も楽しめますね。だいぶ挿入歌が多いので、面白かった。はい、もう音声だけでもたまらないけど、また映像で美しい。本当、はい、面白かったです。あれ、そうですか、うん、ちょっと見てみる、どうしようかな。お願いします、見てみてください。どうだ、はい、はい、あとは大塚健二さん、はい、初めてデートで見た映画はエンドレスラブ。おお、エンドレスラブ、はい、デートで映画の時どう手をつなぐかばかり考えて、内容に集中できなかった35年前ですというです、ね、かわいい、いいですね。なんか青春を感じます。これですよね、映画デートの醍醐味。そうっすか。なんかこの映画も見たいけど隣の彼女も気になる。あ、まあね、気になる、うん、だいたいさ、もう、うん、映画行く時って、はい、もう慣れてる時が多いので、僕の場合、うん、あ、初デートで映画とかそういったことがないんですよ。なるほど。もう慣れてから、はい、いろんなことが終わってからの映画なので、手つなぐのは別にもう普通なんですよ。逆に映画に集中しながらみたいな。なるほど、はい、でもそっちの方がなんかどちらも楽しめますよね。そうそう、だから結構楽しいですよ。それも映画も楽しんで、うん、その後は彼女さんと映画の話で盛り上がる。そうそう、盛り上がるっていうね。これいいですね、うん、いいですよ映画デート。私もですね、デートの鉄板ってイメージがあって、うん、付き合いたてのカップルとかが行くイメージが勝手についてたんですけど、うんうんうん、いいですね、この慣れてきた時こそ。そうそうそう、映画デート、はい、やってみたいです。やってみたいです。映画デートしてみたい。したことがない。ない、残念はい、
ですね、泣けてくるな、ま、どうする、しっとり系流すか。しっとり流しましょう。流してください。私の心の内を。そうですね、はい、クリエさん、ロッキーのテーマを朝から流してやる気を出しましょうということ。あ、それもいいですね。ロッキー、この悲しみをロッキーのテーマでぶち破っていきたいです、うんうん、はい、そうですね。エコさんも来てますよ、はい、ゴーストニューヨークの幻の曲リクエストよろしくということで。おお、いい映画ですよね。いい映画です。ニューヨークの幻、はい、うん、あのドッキーみたいなのを回すシーン、あれなんて言うんですか、あれは陶芸、陶芸、そうそう、陶芸シーン、作ってる時にろくろみたいな、そう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 、回してる時にね、後ろからファサッファサッとこう手を重ねちゃう。あ、素敵。あれに憧れてましたね。じゃあちょっと一回ゴーストになって。あの時別にゴーストになってないですか。彼は。そうですね、思い出のシーンです。そうです、そうです。イチャイチャするこの愛情をこう、この二人はすごい愛し合ってんだよっていうのを見せるシーンですか。そうですね。、はい、そう、クリオさん死ねって。いやいやいや、そんなそんな不謹慎ですよ、はい。自分が言ったんでしょ。はい、はい、皆さんまだまだ、うん、メールお待ちしております。はい、メールアドレスは797@fmginowan.com まで、うん、はい、お待ちしております。どんどんお願いしますね。時刻言いますか、もういいですか。天気ね、そうそう、デミムーは可愛かったね、うん、時刻は8時17分を回りました、はい、79.7MHz FM ギノワンよりお天気道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄地方のお天気からお伝えします。本日18日は東の風後、北東の風、雨、昼間から曇り、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。本日はですね、湿った空気の影響により曇りで、ところにより一時雨か雷雨があるでしょう。大東島地方と先島諸島では高気圧に覆われておおむね晴れますが、ところにより一時雨か雷雨がある見込みです。本日の日中最高気温は31度、降水確率はお昼12時ごろまで 60%、 12時から午後6時まで 20%、 6時から夜中にかけて 10% だそうです。うん、うん、今日ちょっと宜野湾市、今こちらから見た空も曇ってますね、だいぶ。そうですね、台風もね、近づいてきてるんじゃないでしょうか。あ、はい、最近の台風は進路がちょっと面白いですね。ちょっとね、わけわからないですが、うん、進路方向が、現在ですね、強い台風、これ21号、うん、フィリピンの東にあって北東にゆっくり進んでいるということで、はい、予報円では21日の3時には沖縄本島の南にありますね、うん、ね、だいぶ接近してくる感じになっています。21日の3時だから投票日、衆院選の22日、どうなるかなっていう感じですね。どうでしょう、うん、でもまあ台風でも皆さん自分の一票を大事にしていきたいですね。はい、はい、続いて、うん、道路交通情報センターより、交通情報をお伝えします。まずですね、うん、高速道路の情報、はい、高速道路は那覇のですね、うん、出口付近が非常に混み合っているようです、はい、また沖縄北の、これは出口ですね、出口ですね、はい、沖縄北出口も混み合っている模様です、うん、続いて一般道をお伝えします、はい、あ、すごいですね。一般道、国道58号線の大蛇名交差点から、うん、グスクマにかけて長い渋滞が見られます、うん、また、県道34号線大蛇名から前原交差点、これは前原交差点から大蛇名向けの車線に渋滞が見られます、はい、はい、
また国道3あ失礼いたしました330ですね、330のところもここは長いですね、ズケランあたりからもう大平まで古島インターチェンジ入り口出口入り口古島インターチェンジのところまで渋滞がガネコね、ガネコ、はい、ガネコまで見られます。はい、はい、以上お天気道路交通情報をお伝えしました。諦めないだろ。さあ本日2曲目でございます。これはリカパンの大好きな、あ、ロッキーですか、バックトゥザフューチャー、バックトゥザフューチャー、はい、あ、大好きですの曲、ザ・パワー・オブ・ラブ。おー、こんな曲でしたっけ、あ、こんな曲でしたっけ、バックトゥザフューチャー、違うか、わかんないです、皆さん僕嘘ついてます、わかんないです、合ってると思います、いや僕よく嘘つきます。ああ、浦さんののりさん330、大渋滞、あ、そうなんですね、混みますよね、向こう、私もが学校行くときにあれ捕まって何度か泣きを見たことがあります。後で教えようになったな、うん、はい、今日こそ行けると思ってたんですよ、めっちゃ練習したんです、昨日の夜。うん、慣れですよ、慣れ。パワーオブラブってあれですよね、バックトゥーザフューチャーですよね、皆さんね。俺また知ったかしてるかな、しょっちゅう嘘ついてからさ、それ間違ってるよって来るわけ。うん、いろいろなんか物知りですよね、皆さん。そう、博識。僕最近ネットのですね、うん、その映画よく見れるサイトがあるんですけど、うん、なんネットフリックス、うん、ああ、ネットフリックスありますね、あれに入ってですね、おお、見放題なんです。ネットフリックス派ですか。いや、そうでもないね。あ、そうなんですか。ただ、家族が入ったから、いいですよね、ああいう動画配信。しかも結構サクサク見れるんだね、うん、あれね、不思議だな。うちは Hulu なんですよ。 Hulu いい？ Hulu いい？結構ドラマとかは見れるのかな。でも最近友達の家でネットフリックス見たときに、うん、あ、こっちの方が上等かもって思いました。なんかね、映画古いのも見れるし、うん、ドラマみたいな、あ、海外ドラマ、そうですね、ドラマ面白いですね。どんなの見ますか。 ER って何ですか。救急救命、あ、なんか神様、幸せの処方箋みたいなやつですか。ER、 あ、 ER っていうドラマ。わかんないな、見たことないですね。見てごらん、デイジリアルだっけ。で、面白いですよ。僕のね、僕はすごい医学知識が長けてるんですよ、うん、それは全部 ER からなんです。あ、なるほど、はい、そういうのありますよね、うん、でも僕の医学知識は病院関係の方ですかって病院に言われたぐらいの知識になってます。すごい、すごいでしょ、本当に。これもリアルに。え、じゃあ ER 見たらある程度学べますかね。そう、あ、見てみたいです。ER 本当見てごらんね、とってもいいよ、群像劇で。うん、アルファさんがストレンジャーティングスっていうのがめっちゃいいからネットフリックスで見てる。ストレンジャーシングス、オッケー、見てみるよ。アルファさんありがとう。アルファさんはオースト
リアの人だったね。ああ、そうなんですか。うん、グッドモーニング。なんか、コメント無視されたのでごめんなさい。無視してないです。どこにあったんだ。カマチョか。おはよう、グッドモーニング。おはようございます。カマチョかって。じゃあ何の日行って、うん、メールコメント読みましょう、はい、7日間戦争よかったよね宮沢りえ。あの小説の時刻は8時26分を回りました。モーニングエイト水曜日、リカパンと山内が2人でお送りしています。今日のテーマは映画ですね、うん、はいはい、皆さん今日もメールお待ちしております、うん、メールアドレスは 797@fmginowan.com までお願いします。ちょっとですね、浦添ののりさんから、うん、渋滞情報。あ、335線大渋滞、あら、はまってしまっているということで、公園の交差点からガネコまで30分もかかってるということです。皆さん相当ですね、気をつけてください。はい、はい、くれぐれも安全運転でお願いします、うん、よろしくお願いします。それではこのコーナー行きましょう。みんな大好き今日は何の日のコーナーです。みんな大好きかな。みんな大好きですよ。もう気になって昨日から寝られてないです、ほとんどの人がと信じています。はい、では、万能の沖縄手帳からご紹介します。はい、はい、本日18日水曜日は土の絵虎の日で、旧暦の8月29日にあたります。本日は中潮でですね、満潮時刻が夕方の6時22分、干潮時刻がお昼の12時15分だそうです、うん、はい、で本日は陶計の日という日があるそうですね。陶計の日、陶計を取る日ですかね。でまたですね、世界空手道選手権大会の日らしいです。すごい、世界空手道、沖縄であったんですかね。これは空手の発祥の地が沖縄って知ってましたか。あ、もちろんですよ。だから沖縄でやっぱりその世界大会があったんですよ。そうなんですか、うん、1984年に佐久本さんが優勝してますね。へえ、すごい、すごいね。世界と戦いましたね。あー、かっこいい。はい、以上沖縄手帳からご紹介しました、はい、続いてネットからご紹介します、うん、今日はですね、冷凍食品の日らしいですよ、うん、日本冷凍食品協会が1986年に制定したそうです、うん、またフラフープ記念日。お面白い。フラフープできますか。なんかいや、残念ながらできないです。できなさそうだよね。できなさそうですよね。あ、でもやってほしいな。やっ、じゃちょっと次回また機会があれば持ってきますから、やってくださいね。やりましょう。練習して、リカパンがやったら面白そうだな。フラフープ音声で流れないラジオ、シャカシャカみたいな音が。そう、まあまあまあ、ラジオでやらなくてもね。ああ、ツイキャス、あ、もうここで。そうそうそう、休み時間で、はい、空き時間に、うん、そうです。あとですね、はい、あら、毎月18日は、うん、頭髪の日らしいです。気をつけましょう。はい、ケアしましょうね、はい、うん、はい、続いて、お、1931年に発明王であるエジソンが亡くなった日らしいです。おー、うん、あ、1958年にフラフープが発売されて大ブームになったそう、うん、だからフラフープの日なんですね。うちの子が上手なんですよね。そうなんですか。あれ、子供が上手なんだよね。あー、でもなんかヨーヨーとかけん玉とかそういう系、子供が上手ですよね。うん、やっぱりハマってやるからでしょうか。なんかね、コツがあるんでしょうね。飲み込みが早いんでしょうね、うん、はい、すごい。お、
またですね、うん、1967年にミーの女王ツイギーが来日した日らしい。ツイギー可愛いですよね。上も下もまつげをピラピラっとしてて、あ、分かるんだ、はい、すごい好きなんですよツイギー、うん、ファッションとか一時期真似したことがあったんですけど、いやあれはね、あの体型じゃないと着こなせないですね。はい、残念でした今度やってきていやいや今度機会を見つけて本当だよ、あなたはこねてすぐ受け入れるけど僕ちゃんと覚えてますから、ね、じゃあちょっとあと10キロぐらい減量ね、成功した暁には次になってきます。はい、はい、あとですね、今日誕生日が、うん、郷ひろみさんの誕生日らしいです。すごい、はい、あとですね、うん、あで誕生花が鶴こけももというお花らしくて、花言葉が心痛の慰め心が痛い時に意味が分からん、慰めてくれるこけももらしいですはいどうだろうか、コケモモのジャムとかありますよね。あ、そうですね、うん、じゃあちょっと甘いのを舐めつつ癒されてほしいですね、うん、ですね、はい、はい、では以上今日は何の日のコーナーでした。今ちょっとかっこいい曲流れてきました。インディ・ジョーンズの、はい、これはテーマですね、うん、なんていう曲なんですか。インディ・ジョーンズ・レイダース失われたアークのテーマ曲。かっこいい、テーマ曲の名前までかっこいい。いやいいですね、はい、ありがとうございます。ちょっとねインディになりきってムチを振るってみたい日もありますね。ちょっとあのかするのやめてもらっていいですかいろんなあのことに捉えられるようなことをかすらせますよね。僕に言わしたいですか。いやそういうわけじゃないですよ。冒険したくなりますね。でもこのテーマソング聞くと。そうですか。はい。もうなんかインディ・ジョーンズシリーズ多分全部見てるんですよ私。あなたじゃあ冒険したことあります？こういう。インディのような、インディのような、いや彼はね考古学者ですから、だから彼みたいにこうスタイリッシュに冒険しなくてもいいんですけど、あー冒険はないですね。縄跳びであの無知の真似ならしたことありますよ洞窟とか。あー洞窟、うん、ないです。ない洞窟でもいろいろ沖縄鍾乳洞とかあって見てみたいではあるんですけど、そうそうそう、なかなか行く機会がなくて。僕あの結構冒険好きでワクワクするんですよ、はい、この前も夜夜あの冒険しに行きましたし。どちらに。北部に。北部に、うん、洞窟。洞窟ではないけど山。山に、うん、夜から。夜の山怖いよ。怖いですよね、うん、山ってちょっとね。でもワクワクする。あなんかさすが冒険してる感じが、サバイバル精神に溢れてますね。そうそう、で車止めて、うん、なんか変な場所があるわけ。川のそばとかあそんなもう奥まったところに。あ当たり前です、結構行くんですよで、はい、そういうとこに行く時のこのワクワク感が、なるほど、いろんな恐怖があるんですよ。このハブとか、あ動物的な恐怖とか、動物的な恐怖と心霊的な恐怖と地形的な恐怖と、寸先は闇なので。そうそうそう、だから本当に懐中電灯持ってね。ああなるほど、うん、面白いですよ。いいですね、なんか憧れます、うん、私も、うん、車があればいろんなところに足を伸ばして車と友達がいれば、はい、そうですね、はい、メッセージ来てますね、うん、読みますね、うん、リカパンさん、山内さん、おはようございます、はい、おはようございます、うん、今日のテーマは映画。映画。一番感動した映画は2004年に公開された長澤まさみさん主演の映画、うん、世界の中心で愛を叫ぶ。ストーリーはオーストラリアに向かう旅の途中、これは作太郎ですかね。作太郎は死んだ恋人秋のことを思い出していた、うん、ある地方都市中学校でたまたま同じクラスになった作太郎と秋は高校生になり互いに恋に落ちていく、うん、だが出会って3年目秋は白血病にかかり日ごとに衰弱していった。
作太郎は入院中の秋が行けなかった修学旅行のオーストラリアに秋を連れていくために走る、かなり泣ける映画ですとのことで、うん、リカパンさんと山内さんは見たことありますか？ない。あ、ないですね。私もないです、うん、主題歌も平井堅の瞳を閉じてを聞いても泣けますよ。今日もラジオ頑張ってね。テイツー師匠、あ、テイツー師匠さんからで、はい、ありがとうございます。あ、この平井堅さんが主題歌を歌っているってことを知ってて、うん、この瞳を閉じてはよく聞いたことあるんですよ、うん、中身は見たことなかったですね。うん、今でも詳細が知れたので、うん、なかなか興味が湧きましたね。初めましてですね、しかも、うん、定通師匠、そうですね、定通師匠、ありがとうございます。ありがとうございます。続いてメッセージ、うん、瞳を閉じてもね、時間あればかけましょうね。そうですね、はい、いい曲ですよね、あれ、いい曲、いい曲、うんうん、あ、はい、また来てます。はい、さい、山内さんはい、肩パン、今日はミーガン帳かけてヌーガラエマニュエル夫人みたいやチョイス、エマニュエル夫人、わかるの、渋いですね、エマニュエル夫人、わかる、あの、あれですよね、あの、歌劇の、歌劇、あ、違います、あ、違いますね、あ、違うんだ、うん、あ、あー、あ、なるほど、今理解できました。モーミー、ヤイビー氏が、モーミーさんはい、昔は月曜ロードショーと金曜日にはゴールデン洋画劇場って週に2回映画してたヤシが、うん、たまにさっき言ったエマニュエル夫人とかのシュケベー映画とかするときは襖の隙間からスーミーしてたはい、あの時は元気がこれあなた呼んでも大丈夫ですか、はい、なるほどね、僕読みますか、はい、ヤシが、あ、そっか、これ読んだね、うん、睡眠してたと、うん、エマニュエル夫人とか映画する時は、なるほど、その時は元気がありすぎてそのままうつ伏せで眠ったら畳に穴が開かないか心配するくらい元気だった。そのまま刺さったまま回転できよったはず。カタパン、うん、エマニュエル夫人とか郵便配達は二度ベル鳴らすとか、はい、昔は普通にシケベ映画そうたんばよ、うん、YouTube で調べてみてからに、うん、見てから、うん、調べてみてって、はい、 OK です。あ、じゃあまた野菜、はい、はい、野菜というわけで、うん、あ、そう、あ、映画もあるんですね。私なんか歌劇か何かでこんなのがあるっていうのを聞いたことが、エマニュエル夫人、はい、あるんですけど、いやでき、あの、何ですか、シケベ映画です、シアターである、あ、そうなんですか、うん、あら、失礼しました、リカバンね、そういう知識が疎いので、はい、何か別のものと勘違いしていたようです、はい、そうですね、月曜ロードショー、金曜にはゴールデン洋画劇場、今もやってますか、はい、何を、今もこの洋画劇場、洋画劇場もやってないんじゃない、あ、やってないんですか、うん、最近あの時間にテレビを見ることがなくなったので、ねえ、ああ、もうやってないんですね、映画はね、もうテレビでやっ、日曜日ぐらい、日曜日ぐらいですか、日曜日やってる、わかんないです、小学生の時は楽しみだったんですけど、ね、テレビ見ないのでわからないんですよね、うん、ちょっとやってないか、早々と確認しておきます、早々と、早々と、もう今気になってしょうがなくてやってるのかな、そうですね、定番のものとかありましたよね、何回も同じのが、そうそう、ダイハードとかもね、よくやってましたよね、あ、よくやってましたね、うん、はい、あ、他にもお便り来てますね、はい、はい、リクエストとケニー・ロギンス、デンジャーゾーン、あ、いいな、リクエスト、あ、デンジャーゾーンかけましょう、あ、いいですね、はい、リカハンに山内さん、ググッとおはもっこり、石ころですよ、石ころさん、こんにちは、おはようございます、はい、映画で最高なコメディ映画はやっぱりポリスアカデミーだな、あ、懐かしい、 あのイギリスの映画ですか、これアメリカです、アメリカですか、これ、はい、イギリス人の俳優ですよね、あ、そうなの、あ、じゃなかったですか、タックルベリーとかデージよかった、うん、タックルベリー、 あとトップガンね、うん、あの曲とトム・クルーズはピタッとくるねというわけで、うん、でもトム・クルーズがかけてるサングラス俺には似合わなかったんだばというわけで買ったんですかねあのなんかちょっとパイロットグラスっていうんですか、ああいうの、それは買いますよ、あれはもう憧れますから、あと MA1 ね、あー、かっこいいですね、うん、あの時本当に流行ってましたよ、流行りそう、うん、MA1 とかは今でも流行ってますよね、あ、なんかまた細分もが来てるんでしょ、うん、来てますよね、すごいね、
あれはかっこいいですね、うん、ちょっと着こなしてみたいです、うん、トップガン面白いですね、はい、トップガン面白い、うん、いいな見たいです。もう映画見たくてたまらない、はいはい、あまだありますね。お便り、はい、リカちゃんおはよう、チュヤマチンおはよう、エコザイル出す、あエコザイルだと思う、笑エコザイルさんです、うん、はい、映画映画館には中学の頃行ったのが最後だなというわけで、うん、あそうなんですね。あとはテレビのロードショーやビデオや DVD でしか見てない。でやっぱアクションやカーアクション系に行ってしまうな。タクシー、トランスポーター、ワイルドスピードのシリーズが好きだな。あーなかなかいいですねチョイスが、うん、あとアニメではワンピースやブリーチだね。あこれは映画があるんですね。映画ありますね。へー、あー彼女いたら映画館デートしてみたいけどなマジで。山ちん誰かいない？募集よろしく。じゃあ、はい、後からやというわけでいいですね。いいですね、うん、タクシー、トランスポーター、ワイルドスピード、こう鉄板ですよね。ワイルドスピードは見たな、うん、あとタクシーも見たな、うん、トランスポーターはあのちょっとスキンヘッドの、あなた本当によく見てますね。もう本当に見てます。これはもう嘘じゃなく本当に映画見てます。なんかリカパンがさ、はい、映画いっぱい見てるって知ったらさ、はい、ちょっと引く待ってください待ってください。なんでですか。なんでかね。ちょっとリカパンもですね、たまには傷つくので、うん、ちょっとネクラ感が増します。そうそうそう、あなるほど、うん、ごめんね傷つけるつもりはないんですけど。あいいですよ、浦添のノーリーさんもリカパン暇人って、あまあまあね、暇人っていうかね、おうちにいる時間が長いっていうね。いやもう贅沢ですよ、この寝転がりながら映画を見て、うん、あなたおうちにプロジェクターがある？あります。はぁ、ギジャミヤ。家庭用のね、プロジェクターが、ちっちゃいのが。お家が映画館なんだろ。ソニーの、いや、お家が映画館ではないですけど。ホームシアターだろ。あ、ホームシアターっていうキットが。父がですね、うん、結構好きなんですよ。こういうの凝るタイプで。あ僕もね、実は 5.1 チャンネル持ってて。あ、はい。あの、独身の時は。うんうんうん、それでもう DJ 映画見てたんですよ。はぁ、そうなんですか。うん、映画、わかる？ 5.1 チャンネル。5.1 チャンネルって。そうそう、サラウンド、もう弾があっちからフィュー、すごい横から、こういうの立体音響みたいな感じなんですかね。そうそうそう、デージ良かったんだけど、いいですねこの、うん、もう子供生まれてから売りましたよね。あー売っちゃったんですか全部ダメにされるから。なるほど、もうこいつにやられる前には、うん、みたいな感じですか、はい、この子にやられる前には、やられる前に、なるほど面白い。でも結構映画見るとき、うん、音とかウーハーとかね、うん、やるだけでも、そうそうそう、家の中でもだいぶ変わりますよ ね、うん、いいですね。オーディオとかも、まあ、私もお金があれば凝ってやってみたいですね。なるほど、はい、じゃあここで、石ころさんのリクエストかけたいと思います、はい、ケニー・ロギンスでデンジャーゾーン。これ聞いたことありますこれめっちゃあります、聞いたこと。今 7.1 チャンネルってよ、すげえ。え、もっとじゃあいろいろな音がフォッと立体的にだろうね。いいな、完全に独身女が入れ替う的なになっているんだよ。何がですか何がですか何がですかね、入れ替う。 I have a Dolby Dolby Atmos Home Child Cinema。 何ね、ああなんかこういうのがあるんですかね。あれはさ、音響屋さんだったからね。あ、そうなんですか、うん、音の専門家ってよ。いいなー、すごい。今日のスタイルで見た目は見てそうな雰囲気してるよって。あ、映画ですか。うん、ちょっと、社会人感を出して。そうだね、京都なっぽいですよね。のりさん、家にいる時間が多いって言うけど、のりさん結構出かけてるじゃないですか。あ、そうそう、ほら、引くねって。え、ちょっと、え、どこに書いてます、マスオさん。ちょっと下。本当だ、失礼ですね。まあでもね、映画楽しいですよ。人生を豊かにしてくれます、映画って。なんていうんですかね、
いろんなことをやってる人、うん、出かけたりアクティブな人がいるじゃないですか。その人が映画見てたら、あ、すごいなってなるんですよ、うん、映画もいっぱい見てるんだね。メカパンがこんだけ映画に詳しいとちょっと不安、ちょっと引きオタなんだなみたいな引きこもりオタクなんだなみたいな。いやいやいや、あながちね、間違いではないかもしれない。メカパンの博識感が残念か。失礼。メカパンは、マスオさん、メカパンは映画から得るものが薄いってどういうこっちゃ。これはいや、いろいろ得てますよ。そうですか。うん、得てるかも。なんかちっちゃい時にいっぱい見てたんですよ、映画を。小学校。でもすごいな、古い映画よく知ってるね。古いのが面白いです。うん、アンドリューとか。アンドリュー、アンドリュー ND な、誰だったっけな、あれは、ミセス・ホプキンスっていう映画に出てた、なんだ、ちょっと名前が出てこないんですけど、なんかロボットが人間に恋に落ちて人間になろうと頑張る話。うん、最終的に人間になって結婚が認められて、でもその恋に落ちた人の孫と結婚するのかな。うん、それまで人間になる。あ、時間かかるんだ。へえ。あ、アンドリューそこそこ新しいんですか、あれは。ノーバディーズフールとか知ってる？知らないです。見てみて。どういう系ですか？本話か系。本話か系。僕ああいうの作りたかったんです、映画。 You are a cute lady。 Oh, thank you。 ガチに鼻。 You too って You too、 You too って何ですか？いや、レディーじゃないでしょ。アルファさん、ありがとうございます。あ、そうです、マスオさん、ロビン・ウィリアムス、もう大好きなんです、ロビン・ウィリアムス。ルーツ、なんか聞いた、あ、ルーツね、あれやばかったかな。ルーツ、ルーツやばいっすか。あとは、そう、ロボットものとか結構好きなんです。うん、 AI とか。ああ、僕はスナッチとかね。スナッチ。スナッチ知ってますね。あ、わかんないです。最近も見たんですけど。最近の映画ですか。うん、10年ぐらい前。犯罪映画。あー、犯罪系あんま見ないです。パルプフィクションとかその辺が流行った時。うん、わかりました。なんだっけ、キルビルの人、タランティーノとかが。あー、タランティーノ。とかが流行った時代に、マドンナの旦那が映画監督なんだけど。超面白い。そうなんですか。なんか警察系とかちょっとシリアスな感じは見ないですね。シリアスじゃない、もうなんていうの、ブラックコメディ。あ、本当にイギリスのバッドボーイズみたいな。そうそう、イギリスの本当になんていうの、ちょっとウィット、ブラックウィットみたいな、そういう映画なんですよ、スナッチ。うん、でもこれ凝っていてとっても面白いよ。へえ。これ映画館で一番笑ったんじゃないかな。へえ。うん、気になる、メモっときます。ケタ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 笑った。ボーイズドントクライはマジで胸くさ、胸くさ映画。俺リリーシュシュだわけよ。誰がエロビーの話せえです。アリカパンのコーナーね、いくよ。それではみんな大好き毎週水曜日のこのコーナー行ってみましょう。リカバンのためになる世界の名言。はい、このコーナーでは私リカバンが独断と偏見でチョイスした毎日をちょっぴり豊かにするかもしれない格言名言をご紹介していきます。はい、はい、面白いですね。ありがとうございます。いろいろね、遊びながら、はい、遊びながらいきましょう。今日はですね、うん、テーマが映画ということで、はい、ちょっと私の好きな映画のコメントからセリフからちょっと選抜してきました。はいはい、このどうしましょう、どっから行こうかな。セリフから言って
映画ご紹介そうですねしましょうね。はいはい、はい、うん、ではじゃあいきますよ。奇跡は毎日起きる、信じない人もいるけど本当だよまさかの日本語あ、これ Miracles happen every day. Some people don't think so, but they do という、ね、あのセリフなんです、ね。なるほど、うん。英語が来ると思ってました。英語行こうと思ったんですけど、ちょっと日本人なので日本語に視点がいってしまって。なるほど、なるほど。失礼しました。まあいいと思いますけど。これはもう一回言っておきますか。はい。はい、奇跡は？奇跡は毎日起きる、うん、信じない人もいるけど本当のことなんだ。おというわけで、はいはい、これ映画フォレストガンプ一期一会。あフォレストガンプ、はい、名言揃いですよね。そうですね、うん、あのトム・ハンクスの面白かったねあれ。もうトム・ハンクスも大好きで私、うんうんうん、フォレストガンプと、うん、グリーンマイルとかね、うん、そういうのも見て、いやこれこのフォレストガンプっていう映画はですね、うん、このちょっとウスノロフォレストって呼ばれてる人よりちょっとおバカな、うん、おバカなんだけど純真な心と周囲 あの純真な心を持ってるフォレストがですね、うん、周囲の人々の協力とかをいっぱい受けて数々の成功を収めていく、うん、サクセスヒューマンストーリー。大統領ともなってたしね。なってましたね、うん、はい、いろいろですねフォレスト結構おバカで面白いところもあるんですけど、うん、ちょっとこの映画シリアスの場面もあって、この笑いとシリアスとまた笑い涙みたいな、うん、長かったよね、うん、あの合成技術がすごいっつって当時は。ああそうなんですか、うん、だって昔のね、うんうん、このあれにトムハンクスが入ってたりしたさ、あれすごかった、ね、を当時は。あの当時そうなんですね、うん、もうこれは私は多分ですねテレビで見たんですよ幼稚園生ぐらいの時に、うんうん、もうボロ泣きして、もう半分意味は分かんないんですけど。幼稚園でボロ泣きするの？もうなんか母が泣いてて多分つられ泣きかしてずっと残ってたんですよ心に、うん、でもう小学校の時にまたこれを借りてみて、うん、その時は本当にボロ泣きしました。このフォレストの熱さと、うんうん、純真さに心打たれた人多いんじゃないですかね。なるほどね、はい、どうですか？あ、名言？ごめん、名言が全然入ってこなかったなちょっとね、フォレストの話でねあの奇跡は毎日起きる、はい、信じない人もいるけど本当だよっていう作中のですね、フォレストのその名言が薄すぎて入ってこないんじゃないかなと思いますけどなるほど、はい、いやでもですね、うん、あのこれは多分幼馴染の女の子に向けて、あーなんかいたねー、言葉なのか幼馴染が言った言葉なのかちょっと曖昧なんですね。いや多分ねこれフォレスト・ガンプが言ってますよ、うん、幼馴染の女の子がヒッピーとかになって、うんうんうん、ちょっと悪くなっていくんだよね。そうなんですね、うんうんうん、でもなんかいつまでも親友だよみたいな、そう好きか、うん、友達か、曖昧な感情でしたね彼は。あの2人の関係もね見どころではあるんですが、うん、のりさん来てますね、はい、チャンスは目の前にある、気づくか気づかないかはあなた次第。おー、のりさん名言ですねあー確かにそうですね、探さないとチャンスってこっちの方があのですね相変わらずあのリスナーさんの方がですね、いやこれは名言あのいいんです、このラジオを通してリスナーさんから名言を引き出すっていうのもこ のコーナー あのメインではなるほどっていう捉え方をねしていただければいいのではないでしょうか。そうですね、あとですね今日もう一つありまして、うん、おいいっすね、映画監督の黒澤明さん、うん、明監督のもので、はい、いきますよ。じゃあ自分を飽きさせずに面白く働かせるコツは一生懸命努力してしつこく踏ん張るしかないんだ。あ、というわけで二つ目はグッときますね。グッときますよね。こちらご用意しておりました。さすが一個目もさらっとされると一個目ダメ出し受けると思ったっていうね、学習の後のこれでございます。なるほどね、一、はい、個目二つ目いいですね。さすが黒沢、世界の黒沢、うん、やっぱ映画監督となると深みが増しますよね、うん、いやねフォレストも素晴らしい言葉だと私は思うんですが、うん、あの確かに自分をね、うん、飽きさせないようにするコツは頑張り続けるしかないんだなとはよく思います、うん、このいろいろ慣れてくると飽きちゃいますよね、うん、そう
努力ありきですからね、もう全て。やっぱ成長があるからこそ面白みもあるわけで、うん、このあんまりなんだろうな、成長もなく、うん、毎日同じこと続けてるだけだとどんどん飽きてきちゃいますよね、うん、そうですよ。ずっと高みを目指していくからこそ面白い、うん、っていうのはよくわかります。ゆかぱも冒険しましょう。冒険、そうですね、冒険します。冒険も努力ですよ。今ちょっと過呼吸になってしまいました。犬みたいなの。そうですね、努力、私も努力していきたいと、はい、していきましょう。いい言葉でしたね、うん、最後ではよかったです。本日はこちらで締めていこうと思います、はい、以上、ためになる世界の名言のコーナーでした。まずおさん、あ、卒論を頑張ります。さあ、この曲はですね、エンドレスラブ、ライオネル・リッチ&ダイアナ・ロス、これは大塚健二さんのリクエストでございます。さあ、この曲に乗せて9時台の案内していきましょうか。9時台ニュースの後ですね、またいろいろと読んでいきます、はい、メールもコメントも。そしてですね、2017年上半期映画ランキングも発表します、はい、パチ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 、はい、はい、ぜひですね、あと、ツイキャスもコメントいっぱい拾っていきますので、うん、皆さんぜひぜひまだまだ参加してください。はい、お願いします、はい、メールアドレスは797@fmginowan.com までお待ちしております。そうです、今日のテーマは映画、はい、うんうん、楽しい映画にまつわるお話でもいいですし、はい、うん、おすすめの映画とかいろいろねお話ししていただければ嬉しいです。では9時台もそのまま、9時台もそのままお願いします。これ9時台にやろうか、9時台のオープニングでやろうか。これですか、うん、はい、これ行ってニュースですか。うん、ニュースやって、ニュースやって、うん、あ、ニュースは固定で、そうそう、うん、IMAX3D If Possible どういうのあるだろう。ダメ名言のコーナーってひどくないですか。文句言ったらいいよ、泣いたらいいよ、もう泣いて。マスオさんに泣かされるの2人目になろうぜ。あの、泣くんですか。私ちょっと泣きづらいタイプ。泣けない人か。映画で泣かない。あー、泣きます。なんか人前で泣けない。戦闘ブーマ見た。戦闘アルパチーノ見てごらん。あなたには戦闘ブーマンとかが合うかもしれないね。戦闘ウーマン、戦闘ブーマン、戦闘ブーム。アルパチーノわかりますね。アルパチーノわかります。あのデジかっこいい、多いな、あ、なんとかなるドンみたいな、違います。ゴッドファーザーのことですか。あ、ゴッドファーザーです、ゴッドファーザー。全然かすらない。あ、エニュージェイさん、いってらっしゃい。あなた、ミニシアター系は分からない？パレットとかであるやつですか？桜坂とか、うん、あー、あんまり分かんないですね。分かんない、やっぱ有名作品。ミニシアター系もね、いいんですよ。そうなんですか、うん。2本立てというのは後編とかですか。うん、映画が一気に2本。へえー、
しょ。花見さん今日も頑張ろう。ありがとういつも。この時間は琉球新報、沖縄タイムス、八重山日報、沖縄本島版よりニュースをお伝えします。はじめに琉球新報より、戦争を風化させない、長崎を訪問中学生報告、被爆の実相を学び決意。宜野湾市の中学生が長崎県で原爆投下について学ぶ市平和学習派遣事業の学習報告会がこのほど市役所で開催されました。8月8日から10日まで長崎県に派遣された生徒8人が2泊3日の訪問で学んだことや感じたことを報告しました。市の関係者や保護者らが耳を傾け、平和への思いを新たにしました。普天間中学校2年生の中村さんは、戦争を風化させないようにしたい、戦争が日本や世界で起こらないか心配になった、北朝鮮のミサイル発射やオスプレイ墜落など武器によって多くの人が苦しめられるニュースを聞く、安心して暮らせる平和な世の中になってほしいと感想を述べました。車椅子マラソン廃止を正式決定、協力企業団体に感謝状。県内唯一の車椅子マラソン大会として28年続いた宜野湾車椅子マラソン大会の実行委員会が17日、宜野湾市の市社会福祉センターで開かれ、正式に同大会の廃止を決めました。実行委員も同日解散し、大会に協力してきた61の企業や団体に感謝状が贈られました。続いて沖縄タイムス地域面より、仮装で地域と交流、宜野湾110番の家確認。子ども110番の家の場所を知り、家人と交流して安定した地域づくりを目指すセーフティーツアーインハロウィンが15日普天間小学校区内で行われました。昨年に続き2度目の開催です。同省に通う子どもらは、トリックアトリート、お菓子をくれないといたずらしちゃうぞの掛け声とともに、仮装して校区内の110番の家を訪ね、お菓子をもらうなど楽しみながら場所を確認して歩きました。続いて八重山日報沖縄本島版より、東村と宜野湾市も抗議決議、炎上事故の同型機欠陥。東村高江の民間地に米軍の CH-53E 大型輸送ヘリコプターが不時着、炎上した事故で、東村議会とヘリが所属する米軍普天間飛行場を抱える宜野湾市議会は17日、日米両政府への抗議決議案と意見書をそれぞれ全会一致で可決しました。事故を起こした CH-53E の配備撤回や即時飛行中止などを求めました。以上、この時間は琉球新報、沖縄タイムス、八重山日報本島版よりニュースをお伝えしました。いい感じ。リカパンはこのメガネは色も入ってんの？色、うん、入ってないです。色って何ですか？あ、この、あ、色入ってないと思います。入ってるよね、見える。え、黄色とかですか？ツイキャスだよ。あ、多分ブルーライトなんですか？ルイさん、終わって帰ってよ。歩いてこようかなって。あ、ハナミさん、行ってらっしゃい。昔はね、例えばジャッキー・チェーンと、はい、ハイカラさんが通るとか、違うな。あ、なんていうの、ハイカラさんが通るって南の横の映画があったんだけど、アイドル映画、それとビーバップハイスクールが一緒にやってたり。だから2つ見れたって。そうなんですか、うん、お得ですね。お得だって。なんか同じ映画を2回見ることも可能なところもあったんですよね、昔。
あ、違います。なんか入場料払ったらそこに出なければずっと見られる。そうそうそう、昔ずっと見られたわけよ。いいですねそれ。うん、確かになんか3回ぐらい見ないと理解できない映画とか。でもずっと6時間ずっとってきつくない？寝るよ。ちょっとお手洗いとか行ったりご飯買ってきたり超ネクラですね1回目はちゃんと見て2回目は考察をしてみたいな分析する。はい、いいね。結構やります一人で。続けてみるな。はい、うん、もうなんか気になった映画は本当に終わった瞬間見るとか巻き戻ししてみるとか。すごいな。俺も好きな映画もう何十回も見るわけ。見れますよね、うん、だけど続けては見れない。あーすごいね。いやこの今持ってる疑問を ビーバップいいよね。こっから行こうか。こっち。もうそのままですか？時刻も言わず。ん？時刻も言わずこのまま。あ、時刻とか言っていろいろ言ってこれと。俺が促すよ。FM ギノワンをお聞きの皆さん、改めまして、おはようございます。はい、10月18日、モーニング8、9時台始まります。はい。ギノワン市キユナ、ギノワンヒルズ通り沿いにあります、FM ギノワンのスタジオから、水曜日担当、リカパンと、山内が、2人でお送りいたします。はい。はい、今日のテーマは、今日のテーマは映画。映画です。でございます。はい、映画でまつわるお話、はい、いろいろしていきたいんですが、うん、その前に、はい、FM ギノワンよりお知らせがあります。はい。はい、リコパンお願いします。はい。2017年11月1日の水曜日に、うん、この第48回精神保健福祉普及大会貧困が子どもに及ぼす影響というですね、コラム、これは講演会ですかね。講演会ですね。講演会が開かれる予定です。宜野湾市民会館の大ホールにて午後1時から5時まで開かれる予定です。でこの講演会にはですね、特別講演としてこの現代の貧困の形、うん、特に子どもの貧困をめぐってというテーマで講師の岩田先生と座長の中本さんがこの講演会を行っていただけます、うん。はい、また公開座談会も、午後からですね行われる予定で、この貧困の連鎖を切るために教育と福祉、保健、医療が連携できることというテーマのもとに、座長そして講師の皆さんが、公開座談会を開催していただけます、はい。うん、この第48回精神保健福祉普及大会貧困が子どもに及ぼす影響は11月1日水曜日、宜野湾市民会館の大ホールで午後1時から午後5時まで開催しております。はい、はい、皆さんぜひですねお時間ある方、興味ある方、行ってみてください。入場無料ですので、はい、よろしくお願いします。お願いします。それではこの後映画にまつわる話いろいろと皆さんとしていきたいと思います。よろしくお願いします。さあここで曲をお届けします。銀トロさん、お待たせしました。オリー茂子で君の名は君の名はって言ったらもうこれになるんですよね。そうかもね。なんかツイートで見たことがあります。あ、そうなんだ。アウトレイジ見たいね、俺も。アウトレイジ、たけしの、うん、クライム映画です。あ、マチコマキ、わかんない。堀井茂子さんの君の名は。イントロさんよくわかるね、うん。なんか眠くなりますね。なんかさ、美空ひばりとか、うん、この
ささっていうこのさーっていう音分かる？レコードの。あこれってはいこう情景が浮かんでとってもいいっすよ。あいいですね、うん、この白黒映画の。そう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 。私美空ひばりさんの東京キッドって映画分かります？あれがちっちゃい子大好きでした。うん、いいよね。オーバーオールも真似して買って。あんなに好きなの？着てました。やっぱじゃあちっちゃい時からそういう要素あったんだね。どういう要素ですか？お家大好き的な。ああありました。あちっちゃい頃はあのオーバーオールを着て、うん、本当に駆け回ってました。あそうなんだ。日割りになるんだ。へえ。いいな。可愛いんですね。おいちゃんって、おいちゃん着てよって美空ひばりさんが。そうだっけ？やるんです。一回見たけどな、忘れたな。最後まで見れたかな。いいでしょ。そう、原節子綺麗だよね、本当に。じゃあ行きましょうか。さあお送りしております銀トロさんリクエスト、オリー重子で君の名は。いいですね、雰囲気やっぱいいですね。いいですね。昭和歌謡大好きです。あ、はい、この後ろのジリジリの感じもね、レコードの感じね。はい、ありがとうございます。さあ今日のテーマは映画ということで、はい、そんな銀トロさんからメールも来てますよ。お、銀トロさん一番上ね。はい、あ、はい、いきます。うん、今日も笑い声が可愛いズケランリカちゃん。はい、アンド山内さん、はい、たまには僕も褒めてください。モーニングエイトネーム、はい、今日もおかしな銀のトロンボーンです。お二人さん、うん、おはようということで、はいはいはい、今日のテーマ、うん、映画？映画といえば、うん、野生の証明とか時をかける少女とか七瀬再びとかよかったな。特に七瀬再びは主演の足な性が綺麗だったな。あとダンディカバーさん、うん、んダンディカバーさん、うん、もう出てた。あ、某あの携帯 CM の白戸家のお兄さん役、うん、ああそうなんだ。あの人はダンディカーバーさんっていう方なんですね、うん、そうなんですね。で、あ、リクエストもいただいてます、うん、中里依紗さんが主演だった時をかける少女2010のテーマ、生き物係さんの時をかける少女をよろしくお願いしますとのことで、今ちょっとスターウォーズ流れてますけど。あ、はい、時をかける少女いいですよね、うん、私アニメ版をよく見たことがあります。中里依紗さん最近ですよね、時をかける少女、うん、昔はね薬師丸ひろ子が、うん、有名ですね、うん、薬師丸さんの。僕ね薬師丸ひろ子といえばあれですね、出てこない、真田広之とやっ、うん、なんだろう、なんかね、七、なんだったかな、七ファンタジーものがあるんですよ。戦いの。そうなんですか。そうそう、それが良かったですね。見てみたいです。ファンタジー、なんか邦画のファンタジーってあんまりイメージがつかないんですよ。でしょ、うん、しかも古い時代なんだけどこれ面白かったんです。そうなんですか。見てみて、あ、これですか、里見発見伝。里見発見伝、そう。七とか全然違うし。八でしたね。七じゃなくて。そうそう、里見発見伝ですね。あ、うん、そうなんですね。里見発見伝も映画化されてたんですね。あ、ファンタジーで映画化。映画化、映画化。映画でしたから。うん、うん、そう、小説もないですか。あ、あるの？里見発見伝。あれだからファンタジーでしょ。なんか戦い物の。ああ、うん、そうなんですね。見てみたいです、たまらなく見たい。面白いですよ。はあ、さあクリューさん来てます、コメント、はい、昔の映画でルーツって映画やばかったな、子供ながらになんか怖かったということですね。ああ、なんかそういう印象の悪い映画もありますよね。トラウマ映画、トラウマ映画。高松マリーさん、ボーイズドントクライはマジで胸くそ。みんな何かしら映画にトラウマを持ってますね。胸くそ映画あります？胸くそ映画、胸くそ、うん、怖かった映画ですよね。あ、ちょっと怖い映画ならありますよ。怖い映画、うん、あのピエロのイット。あ、イット、うんうんうん、イットはすごい怖かったです。でもあれほらハッピーエンドであるじゃないですか。あ、でもあの最初の子供が食べられるシーン、あれさ、うん、イットさ最初だけだよね。ああ、
最後さ、ニュルニュルの怪獣が出てくるさ、そう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 、もうさ、そうなんですよ。あれちょっとね、後半はね、排水溝から出てきたりとか、そうそうそう、あなたここからみたいな結局化け物かよと、うん、やっぱね、このピエロが怖いんだって。そう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 、そうなんですよ。そうそうそう、あれはニョロニョロの化け物は怖くないです、うん、宇宙人なんですかね。宇宙人でしょうね。あーでもこの後味悪い映画ってたまにありますよね。聞き丸さん、ミスト。あーミストも怖い。後味悪い映画の代表でミスト言われてますけど、僕見たんですけどね、うん、それでそこまで悪くはなかった。うん、そうですね。一番僕がね、うん、もうね、夢にまで出てきたのが、はい、リリー・シュッシュです。リリー・シュッシュ、うん、日本映画、日本映画なんですね。うん、だった、日本映画の石井なんとかっていう監督、石井なんでしょう、リリー・シュッシュですよね。リリー・シュッシュはね、本当に胸クソ悪かったな。そうなんですか。うん、なんだ、あ、岩井俊二か。そう、岩井俊二、うん、そうそうそう、花と団子とかね、うん、花とアリスか、ごめんなさい、もう全部市原隼人さんが主演なんですか。あ、あれ市原隼人だったんだ。わ、若い時だった。そうなんですね。うん、あ、後味の悪い映画、洋画なんですけど、うん、あのパンズラビリンスっていう、うん、あのちょっとファンタジーがあるんですけど、うんうん、それはすごく後味が悪かったです。なんか女の子、妄想癖がある女の子が、うん、なんか実はおとぎの国の王女様なんだみたいな、うん、ある日なんか魔物がやってくるんですよ、彼女の元に、うんうん、で試練を与えて、これ妄想、これ妄想か現実かわからないんですよ、この作中で。面白そうじゃん。このも彼女の妄想なのか本当に現実にこのモンスターとかが出てきているのかみたいな、うん、その現実と妄想がこう交差するっていう話が、ちょっと最後が後味悪くて。あ、そうなんだ、はい、面白そうだね。メールも来てますよ、はい、リカパンちゃん、お、あ、いただいてますね、うん、ん、これはこちらですね、うん、はい、山ちゃん、はじめましてです。リカリカちゃん、リスナーの皆さん、おはりか、おはようございます。テーマ映画、かっちゃんはね、あ、かっちゃんさん、うん、恋するかっちゃんさんですね、ラジオネーム、うん、かっちゃんさんはね、映画だとタイタニック以来映画館で見てませんね、以上です。ツイキャスから見てるので、山ちゃん、リカちゃん、ラジオ頑張ってくださいというわけで。そうなんですね、映画館であんまり見る機会ないんですね、やっぱ皆さんね。うん、そうなんだ、そうですね、映画館なかなか足を運んで見に行くってことないんですね、うん、あ、そうですね、ないですね。どうですか、映画館、うん、映画館行ったのいつかな。あ、でもスターウォーズ見に行ったからね。あ、最近の一昨年、何でしたっけ、ハリソン・フォードが結構年老いて、そうそう、全部オールキャスト出てくるわけ、うん、オールドキャストが、あれ良かったですね。私レイヤ姫小さい頃も好きでした。スターウォーズ好きなの。スターウォーズも見ます。マジか。全話見てます。全話見てる。スターウォーズも全話、1,2,3 もエピソード、多分全話ですかね、5本は見てると思います。5本、うん、5本ぐらい見たと思います。新しい3話と、じゃあ6個見れよ昔のあとさ、うん、あ、4本か、あ、5本、5本見たと思います。じゃあ6本見る。じゃあ6本あと1本なんでしょう、多分初期だけ見てないのかな。初期が見てないんだ。初期がいいんですよ。あ、そうなんですか、うん、一番最初が見てないのかもしれません。あれね、 3D で見たんですよ僕、はい、もうね、やっぱ 3D はすごいと思う。年々レベルが上がってますよね。そうそう、このね、スターウォーズの世界観が 3D で見れただけで僕は大満足したんですよ。そしたら最後ルークが出てきたでしょ、うん、もう鳥肌ですよ、ずっと。あれやっぱ同じキャストですよね、うん、一番最後の、うん、そうそうそう、あれ私も、あ、本物出てるよと思った。だってさ、ルークってスターウォーズ以来全然出てなかったわけ、うん、何にも、うん、あれ1ですか、出てたの2、うんとね、ややこしいんだよね。なんか行ったり来たりしますよね、時系列。そうそう、だから後で教えようね、はい、そっから出てなかったわけ、映画に、はい、映画そのものにもね、うんうん、そしたらここで出たかっていう、
なんか新内登場みたいな。あ、もう鳥肌、本当に俺髪の毛逆立ってたね。おお。それぐらい鳥肌でした。大興奮。大興奮です。はい。はい。楽しみ。最近はローグワンみたいな。ローグワンでしたっけ？ローグワンも超いいよ。あ、そうなんですか、うん。ローグワンだけ見てないと思います。見てください。大事ですよ。貸します。あ、お願いします。はい。はい、さあ、ここでですね、ちょこちょこと上半期おランキング。イエーイ。はい、いきたいと思います。はい、まず第3位、モアナと伝説の海。おお、うん。3位なんですね。3位です。51億円。沖縄出身のそうとヤビックヤビックさんがトモナさんトモナさんが声優をなさってる、うん、歌もすごいですね。すごい歌、うん、やっぱ日本語バージョンが一番歌のこの盛り上がり、うん、サビにかけての盛り上がりのスケールが大きいような気がします、うん、英語バージョンと聞き比べて。そうなんだ、はい、いいですね。いいですね。2位が、うん、名探偵コナン。おカラクレナイの恋歌かな、これ。ああ、の京都を舞台にしてたやつですかね。あの京都のあのちょっと色が黒いこう名探偵いるじゃないですか。服部？知らない。ごめんね。服部くんでした。若干引いてるからね。68億円。コナンで結構深く来たから。いや、私もコナン見たことあんまないですけど。見たことないのに深く来たね。はい。1位は何だと思いますか？1位は、うん、上半期2017年。やっぱり全然前世のあれじゃないですか？ブブー、違うんですか？全然違います。あら、ランキングに入ってもいません。入ってないんですか？はい、いきますよ。はい、美女と野獣。あー、ダントツです。123億円。あー、わー、2倍ぐらい開いてますよ。そうでしたね、うん、私3回見に行きました、劇場に。そういえば忘れてた。いや、もう歌がたまらないんですよ。3回も見に行ったんだ。3回見に行きました。しかも ある特定のシーンのある歌を聴きたいがために3回行きました。なんか後半ビーストがこのベルを思って塔の上で歌うシーンがあるんですよ、うん、そこのシーンがもう見たすぎて。なるほど。次の週にもう一回行って。はい、すごいですね。でも上半期のランキング上位3つのうち2つがアニメ映画。そう、アニメばっかだね。コナンも見たことないんですけど私、うんうん、モアナもですね、さっき熱く語ったんですけど、うん、曲しか聞いたことがなくて。アニメはあんまり見ませんか？アニメ映画はあんまり映画館に行っては見ないですね。うん、DVD が出てから家でゆっくり見るって感じですかね。ね、僕昔そうだったんですけど、もののけ姫を映画館で見てからはアニメも映画館だなって思いましたね。なるほど。うん、もののけ姫結構考えさせられますよね。そう、スケール、この絵のスケールがでかくてすごい良かったですね。大画面の、そうそうそう、ぐわっとこう迫ってくる。あ、そっか、あなたはお家に大画面があるから。はいはい、ごめんね。小さいもの、庶民でごめんね。さあ、最後エンディングの曲はですね、はい、うん、エコザイルさんリクエスト、アンチェイドレメモメアンチェイドメロリーライチャスブラザーズ。はい、ゴーストの歌です。あ、いいですね、はい、しっとり最後はそうです、いきましょう。最後モーミーさんからメール来てます。はい、薬師丸、真田、山内さん、里見発見伝じゃなかったかって来てますが、ありがとうございます。あ、そうでしたね、里見発見伝でした。ありがとうございます。うん。はい、ですね、マスオさんが不思議なことを言ってますよ。なんか自分の中でリカパンが存在しないんじゃないかと思い始めてきた。どういうことでしょうか？どういうことですか？これはバーチャルな存在、バーチャルなのか、私がうざすぎて存在を認識したくないのか。違いますよ。バーチャルな感じってことなんですかね。あ、そうなんですかね。ね、この何、見てるののあれも幅広いからじゃない、年代も。なるほど。そうそうそう、ちょっと作られた、そう、虚像のように、虚像のように捉えられてる。いやいやいや、リアルですよ。リアルですか？あ、僕もだんだんバーチャルに見えてきたな。そう、ドットに。
ドットが見えてきた。ドットが見えてきたな。やばいな。さあ、今日も時間ですが、まとめますか、はい、リカパン。そうですね。今日も皆さん、うん、今日すごいコメントいただいて、うん、はい、受信トレイもいっぱいいっぱいでございます。皆さん。たくさんのコメントありがとうございました。はい、メールもね、はい、メールもありがとうございました、うん、またですね、この後 FM 宜野湾で9時30分からまたですね番組放送いたしますので、うん、この後もお付き合いください。では皆さん、今週もありがとうございました。リカパンとはまた来週の水曜日お会いしましょう。 I wish you happiness。 今日も素敵な一日になりますように。バイバイ。 I wish you happiness。あ、考えた？おい！焦った。おいおいおい。いや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 。あの、悩みまくったんですよ。嘘つけ。今、明らかに覚えてない顔してただろ。いやいや、悩んで、うん、あの、ちょっと。なかった。うん、なかった。じゃあ、しょうがない。もう、しゃがしましょう。しゃがしましょう。ありがとうございました。それを言い訳でかわそうとするこの感じ。